こちら。今回ですね、第5回否定疑問文について学んでいこうと思います。今回は否定疑問文について学んでいきます。否定疑問文とは、あなたは疲れていないのですかといった否定形の疑問文となります。作り方は非常に簡単です。しかし否定疑問文のニュアンスと答え方には注意しないといけないんですね。でどういうことなのか詳しく確認していこうと思います。それでは第4回の復習から入っていこうと思います。次の日本語を英語にしていきましょうと。1番、私はスティーブ・ジョブズが本当に好きですが、彼がいつ亡くなったのかは知りませんと。ここでカンマバットで分かれるパターンですね。そうしますと、カンマの前、私はスティーブ・ジョブズが本当に好きですと。これは一般動詞の現在形の文章ですね。I really like Steve Jobs ですね。そしてカンマです。そして彼がいつ亡くなったのかは知りませんと。But to、 私は知りません、彼がいつ亡くなったのかはという、間接疑問文の形ですね。そうしますと、最初が I do not know、 もしくは don't know ですね。そして、いつ、 when、 そしてよいしょ、はい、when、 そしてこの後っていうのは、肯定文の形でしたね。ですので when he、亡くなった、 die ですね。よいしょと、はいと、はいと、この形になりますね。But I do not、 もしくは don't know when he died というふうになります。それでは読んでいきましょう。 I really like Steve Jobs but I do not know when he died、 もしくは But I don't know when he died というふうになります。それでは次です。私たちは彼女は医者として働いていると思っていましたが、彼女は看護師として働いていると言っていましたと、いう文章ですね。これもカンマバットの形ですね。カンマの前ですね。主語が we ですね。そして、私たちは思っていました。はい。何なのかというと、彼女は医者として働いているとという形ですね。そうしますと、we thought。で、that と入れる入れないは自由で、彼女は医者として働いていると。働いているとなっていますが、ここは thought、 過去形ですので時制の一致に気をつけないといけないですね。 She was ですね。はい、ここが過去形ですので、ここが現在形になっていますが、ここは過去形になります。ですので今回の場合は過去進行形ですね。 We thought she was working as a doctor ですね。そしてカンマですね。We thought、that と入れる入れないは自由です。She was working as a doctor ですね。よいしょと。はい。But 彼女は看護師として働いていると言っていました。ですので、彼女は言っていました。これ主節ですね。そして、看護師として働いていると。はい。同じような形ですね。She said ですね。彼女は言いましたと。で、that入れる入れないは自由で、看護師として働いていると。She was、 ここも was ですね。ここが said ですので、時制の位置で was です。She was working as a nurse ですね。はい。ですので、But she said that と入れる入れないは自由です。She was working as a nurse というふうになります。では読んでいきましょう。We thought she was working as a doctor。もしくは、We thought that she was working as a doctor。But she said she was working as a nurse。もしくは、But she said that she was working as a nurse。というふうになります。それでは次です。いや、あなたはなぜ増田先生、かっこ男性が私たちのオフィスに昨日来たのか知っていますか？はい、知っています。彼は淳とあることについて話す必要があると言っていましたという文章ですね。
そうしますと、まずは、あなたは知っていますかという形ですね。そして、はい、これが間接疑問文としてくっつくと。そうしますと、Do you know ですね、まず。はい、あなたは知っていますか？そして、ここが間接疑問文です。なぜ？ Why？ そして、間接疑問文の場合、疑問詞の後は肯定文の形でしたね。ですので、Why Mr.、マスダですね。マスダ、来たのか？ Came どこに？ To our office。To our office It's yesterday ですね。はい、ですので Do you know why? よいしょ。 Why Mr. Masuda came to our office yesterday? というふうになりますね。そしてよいしょ、はい、知ってます。 Yes, I do ですね。はい、Yes, I do です。そして彼は淳とあることについて話す必要があると言っていましたと。そうしますと、彼は言っていましたと。そして、彼は淳とあることについて話す必要があるという形になりますね。そうしますと、He said ですね。He said。そして、that を入れても OK ですし、入れないでも OK ですね。He said he 必要がある。あ、これ現在形となってますが、ここが過去形ですので、これ he did にならないといけないですね。ですので、He said he needed to talk ですね。話す。誰と with Atsushi、Atsushi、あることについて。about something ですね。はい。あ、出してしまいましょうか。はい。He said that、he needed to talk with Atsushi about something ですね。ざっとこれ入れる入れないは自由というふうになりますね。よいしょ。ではこれを消して、はい。では読んでいきましょう。Do you know why Mr. Masuda came to our office yesterday? Yes, I do. He said he needed to talk with Atsushi about something. もしくはHe said that he needed to talk with Atsushi about something. というふうになります。それでは次です。彼は何人の人がイベントにいたのか覚えていませんという文章ですね。これは、彼は覚えていません。何人の人がイベントにいたのかという形ですね。間接疑問文の形です。そうしますと、彼は覚えていませんが最初ですね。He does not もしくは doesn't.Remember? よいしょ。はい。これが最初ですね。はい。He does not, もしくは doesn't remember 何を覚えてないのかというと、よいしょ。何人の人が、イベントにいたのか。何人の人 ?How many people ですね。How many people? そして、イベントにいたのかと。そうしますと、There were ですね。いたのかとなってます。はい。主節が現在形の場合、時制の位置っていうのは気にする必要がなかったんですね。時制の位置気にしなくてはいけないのは、主節が過去形の時です。ですので、今回は、まあ、気にする必要なく、このまま、日本語をそのまま英語にしていけば OK です。There were、あ、How many people there were イベントに at theイベントですね。あ、出してしまいましょうか。よいしょと。はい。よいしょと。the、これ忘れないようにしてくださいね。彼が、まあ、覚えていなくてはいけなかったイベントっていうんですかね。彼が何人いたのか覚えてるべきであったイベントみたいな形でですね、このイベントっていうものが限定されていますので、ここには the が入ります。はい、では読んでいきましょう。He does not remember how many people there were at the event. もしくは、He doesn't remember how many people there were at the event. っていうふうになります。では5番です。私は彼が病気だと思いました。彼に何が起きたのかあなたは知っていますかという文章ですね。最初、私は思いました。彼が病気だと。という形ですね。そうしますと、
I thought. I thought. そして、that 入れなくても、あ、入れても入れなくても OK です。で、彼が病気だと。He was sick ですね。病気だったではないんですけど、時制の一致のため、He was sick ですね。はい。というふうになりますね。I thought、that 入れても入れなくても OK です。He was sick。そして、よいしょ。彼に何が起きたのかあなたは知っていますかと。これはあなたは知っていますか、彼に何が起きたのかという形になりますね。ですので、Do you know ですね、最初。Do you know? そして、何が起きたのか。What happened ですね。What happened? Happened to him ですね。よいしょ。はい。What happened の形の場合ですと、誰々に何が起きたっていう場合、to が使われるんでしたね。ですので、What happened to 誰々という形になります。で、読んでいきましょう。I thought he was sick. もしくは、I thought that he was sick. Do you know what happened to him? というふうになります。それでは今回の練習で新しく登場する単語やフレーズ、これらを確認していこうと思います。殺すとかですね、植物を枯らす、これは kill と言います。一般動詞ですね。手で触れるとか触ってみる、これ touch と言います。日本語でもタッチって言うと思います。タッチするとかね、ですのでそこまで難しくはないかなと思うんですけど、このスペリングですかね、タッチなんですけど OU であの音出してるんですね、タッチ。ですので注意してください。一般動詞です。次ですね、否定文で何もない、そして疑問文で何かというのはこれ anything と言います。これ代名詞です。これどういうことなのかと言いますと、例えば何か見えますかと言いたい場合は Do you see anything? という形になるんですね。で、はい、注意事項があります。一般的に something と anything は some と any の使い分けと同じ使い分けをするんですね。どういうことかと言いますと、 something は肯定文の場合です。そして anything は否定文と疑問文の場合に主に使われるんですね。例えばI can see something というと、私には何か見えますという文章になります。そして否定文で使う場合ですね、 I can't see anything と、私には何も見えませんよという形ですね。ですので否定文なので anything が使われているんです。そして can you see anything、 これであなたには何か見えますかと、はい、こちら何か something と同じような使い方なのですが、疑問文なので anythingが使われてます。はい、大丈夫ですかね。Anything、これ代名詞ですよと。そして4番、学習などのコース、これは course と言います。加算名詞ですね。このコース、まさにここから来てますね、course。まあアメリカ英語の場合この R を、よく強く言うんで course ですね。この日本語のコースではなくて course、まあ、舌を軽く丸めると、そういった言い方に注意してください。次ですね、仕事、授業の間などの短い休憩とか小休止っていうのは、これは break と言います。加算名詞です。そして休憩を取りましょうという場合、 let's take a break と言うんですね。ポイントは休憩を取るという場合、動詞は take が使われるんですね。そしてはい、これ加算名詞ですので、この a 忘れないようにしてください。 let's take a break。 次ですね、今、これは living room と言います。日本語でリビング と、家の説明をするときにリビングって言ったりすると思うんですけど、それはここから来てます。しかし、英語でリビングだけだと多分通じないと思いますね。やはりリビングルームで、まあ、あの住む、まあ、部屋っていうんですかね、一つ、まあ、そういったフレーズになりますので、リビングだけだと住んでいるっていう意味になってしまいますので、リビングルームで今と覚えてください。加算名詞です。次です。通常複数形で花火とか花火大会、これ firework と言います。加算名詞です。で、例えば花火はとても綺麗でしたと言いたい場合、 the fireworks were very beautiful というふうになります。まあ、基本的に花火って一発上がるだけではなくて何発もこう上がりますよね。特に花火大会とかの場合、一発で花火大会終了とかっていうのは多分ないと思うので、基本的に複数形ですかね、 fireworks と
ですので通常複数形というふうになっています。次です。歴史、これは history と言います。不可算名詞ですね。次です、芸術、美術、芸術の美術のと、これ art と言います。これ不可算名詞であり形容詞としてもなりますね。で例えば私はこの美術館が好きです、これ I like this art museum というふうになります。ちょっと注意がありますね。 museum はこれ博物館という意味もあるんですね。ですので美術館とはっきりさせるため art museum、 まあ芸術の博物館、つまり美術館とすることが多いです。また芸術作品、はい、art っていうのは不可算名詞ですので、じゃあ一つ一つの作品はというとですね、a piece of art や a work of art という表現で表されるんですね。例えば this piece of art is beautiful、 あるいは this work of art is beautiful、 これでこの芸術作品は美しいですという意味になります。次です。外国の、これ foreign ですね。 foreign、 これ G が入るんですけど、この G は読まないですね。 foreign、これは形容詞です。まっすぐな、まっすぐっていうのはこれ straight と言います。これは gh を読まないパターンですね。 straight ですのでスペリング注意してください。これ形容詞でもあり副詞でもありますかね。次です。離れてとか向こうにとかあちらに、これ away と言いますね。こちらも形容詞と副詞、両方あります。そして次ですね。否定文でまだ、これは yet という副詞です。この yet は基本的に文の最後に来ることが多いですかね。We should、 例えば私たちはまだそれを開けるべきではないです、このまだですね、はい、これは We should not open it yet、 まあ最後に来る副詞かなと思います。次です。後で、後ほど、これは later と言いますね。副詞です。でこの副詞も結構文の最後に来たりしますかね。例えば私は後で宿題をするつもりです、 I will do my homework later っていう形になります。そして最後、下へとか下ろしてとか床にっていうのはこれ down と言います。こちらも副詞です。でこの down はですね、よくフレーズとして使われますね。例えば sit down、 これで着席する、腰を下ろすと、まあ、立っている状態から体が下がって座るので、まあ、sit down という形で使われますね。それとか cut down、 これで切り倒すと、まあ、立っている状態から下に倒すと、まあ、木とかでよく使われますからね、はい、木を切り倒す、まあ、立っている状態、こういうふうに立っている状態からこうバーンと倒すと、これは cut down という表現が使われますね。それでは発音の練習を行っていこうと思います。Please repeat after me. Kill. It killed many animals. Touch. I don't want to touch this. Anything. Do you see anything?Course. This math course is interesting. Break. Let's take a break. Living room. We are in the living room now. Firework.The fireworks were very beautiful. History. I like Japanese history. Art. I like this art museum. Foreign.I'm interested in foreign culture. Straight. Don't go straight. Away. You need to stay away from here. Yet.
We should not open it yet. Later. I will do my homework later. Down. Please come down to the first floor. 大丈夫ですか？それでは次に行きましょう。それでは否定疑問文の作り方、こちらに入っていこうと思います。今回は何々ではないのですかという意味の否定疑問文について学んでいきます。例えばあなたは疲れていないのですかとか、彼はパーティーには来ない予定なのですかと、はい、よいしょと、はい、こういった形ですね。こういった文を作りたいときに使われる表現です。作り方は非常に簡単ですよと。なぜなら疑問文で使われる be 動詞や do、does、did、助動詞を否定形にするだけだからなんですね。つまり aren't なんとかなんとかとか doesn't なんとかなんとか can't なんとかなんとかの形で疑問文を作れば完成というふうになります。ただしですね、 are not、 これを2つに分けてですね、 are not とか doesn't をこういうふうに does not と分けてたら、 can't を cannot という形にするっていうのは基本的には使われないんですね。基本的にはですね、短縮形が使われますよと。つまりこれらですね。はい。ですので、この点は注意してください。また、疑問詞がつく場合も、be 動詞、do, does, did、助動詞を否定形にするだけで完成というふうになります。例えば、aren't you tired? これで、あなたは疲れていないのですかという疑問文になります。doesn't he play baseball? 彼は野球をしないのですか？ can't she speak French? 彼女はフランス語が話せないのですか？そして、こちら疑問詞がついた形ですね。Why isn't he studying with you? なぜ彼はあなたと勉強していないのですかという形になります。はい。基本的には最初ですね、こちらを否定形の形にしてあげれば OK です。そして作り方なのですが、まず、ステップ2つですね。肯定形の疑問文を作ってください。そして作った疑問文を否定形にすると。ですので、あなたは疲れていないのですかという文を作る場合、まずは肯定形の疑問文を考えてください。あなたは疲れているのですかと。つまり、Are you tired? という形になります。そして、これを作った疑問文を否定形にすると。つまり、ここを否定形にしてあげる。Aren't you tired? という形になります。そしてもう一つです。なぜ彼はあなたと勉強していないのですかという文を作る場合ですね。疑問詞が入っても一緒です。否定形の疑問文をまず作ってください。なぜ彼はあなたと勉強しているのですかと。そうしますと、Why is he studying with you? というふうになります。そして、この作った疑問文を否定形にする。つまり、これを否定形にしてあげる。Why isn't he studying with you? という形で完成。というふうになります。それでは練習問題です。次の括弧に適する語を書いていきましょうと。1番、あなたはこれに触れることができないのですか？あなたはどれくらい背が高いのですかという文章ですね。最初、これは触れることができないのですかと。これは否定疑問文なので、まずは肯定文考えていきましょうか。あなたはこれに触れることができな、あ、できるのですかっていう文章ですかね。そうしますと、Can you touch this ですね。はい。これでできるのですか、あなたはこれに触れられますかっていう文章ですね。しかしできないのですので、これを can't に変えてあげないといけないですね。ですので can't you touch this ですね。 can't you touch this というふうになります。そしてあなたはどれくらい背が高いのですかと、これは how tall are you ですね。 how tall are you という形になりますね。はい、では読んでいきましょう。Can't you touch this? How tall are you? って言います。次です。ケンジとミキはどこですか？彼らは今にいませんでしたか？という文章ですね。最初、ケンジとミキはどこですかと。これ、where が最初に来ますね。そして、ケンジとミキ、これは代名詞にすると they ですね。
ですのでここは Where are Kenji and Miki ですね。そして、彼らは今にいませんでしたかと、そうしますといませんでしたか否定疑問文ですね。ですので彼ら今にいませんか、あ、いなかったのですかと一旦、肯定の疑問文をまず考えていきましょうか。こう話すと Were they in the living room ですね。そうしますと、あ、否定疑問文ですので were、 これは weren't に変えてあげれば OK ですね。ですので weren't they in the living room っていう風になりますね。大丈夫かな。それでは読んでいきましょう。 Where are Kenji and Miki? Weren't they in the living room? っていう風になります。それでは次です。なぜ彼女は私たちとこの美術のコースを取らないつもりなのですかと、なぜなら彼女は絵を描くことが好きではないからですという文章ですね。では最初、なぜ彼女は私たちとこの美術のコースを取らないつもり、取らないつもりなのですかと、ということはこれ be going というか will ですね。 will もしくは be going というか be going to の形なのですが、これの場合は、カッコの都合上こっちですね、 be going to の形になりそうですね。でこれはですね、取らないつもりですので否定疑問文ですね。では取るつもりなのですかという形にする場合、なぜですので、まず最初に来るのは why ですね。はい、 why is she going to take ですね。しかし取らないつもりですので why isn't she going to take ですね。 why isn't she going to take this 美術のコース art course with us ですね。 art course with us ですね。そしてなぜなら彼女は絵を描くことが好きではないからです。 because she doesn't like 絵を描くことですね。Drawing ですね。はい。She doesn't like drawing というふうになります。で、読んでいきましょう。Why isn't she going to take this art course with us? Because she doesn't like drawing というふうになります。で、次です。あなたは日本の歴史が好きではないのですか？アメリカの歴史はどうですかと。好きではないのですか？で、好きですかという疑問文の場合、Do you like Japanese history? っていう風になりますが、好きではないですので、Don't you like Japanese history? ですね。Don't you like Japanese history? っていうになります。そして、アメリカの歴史はどうですか？と。How about American history? ですね。How about American history? っていう風になります。で、読んでいきましょう。Don't you like Japanese history? How about American history?というになります。では5番。彼女は外国の文化について学ぶことに興味はないのですかと。興味はないのですか。興味があるが、be interested in ですよね。ですので、興味はありますと。ありますかと。彼女は外国の文化について学ぶことに興味はありますかの場合ですと、is she interested?なんとかなんとかって形なのですが、興味はないのですかですので isn't she ですね。最初は isn't、 isn't she interested in ですね。 interested in 何なのか、学ぶこと learning ですね。はい、 learning about 外国の文化についてですので foreign culture ですね。よいしょ、 foreign culture っていうふうになりますね。はい、では読んでいきましょう。Isn't she interested in learning about foreign culture? っていうふうに言います。それでは次にですね、否定疑問文のニュアンスについて学んでいこうと思います。次に否定疑問文がどのようなニュアンスで使われるかについて学んでいきます。基本的に否定疑問文は日本語と同じニュアンスで使われるんですね。例えば、日本語ではあなたは泳げないのですか？知らなかったです。といったようにできないことに気づいたときや、
あれだけ働いたのにあなたは疲れていないのですか、といったように驚きを表したりするときに否定形の疑問文を使いますよね。このような使い方で英語でも否定疑問文は使われるんですね。例えば、はい、相手ができないということに気づいたとき、 Can't you swim? I didn't know that. あなたは泳げないのですか、と、私は知らなかったです、というふうに気づいたときですね。何かに気づいたときっていうのはこういうふうにですね、否定疑問文の形が使われることが多いです。次、驚きですね。はい、 You started working at 6 o'clock. Aren't you tired? あなたは6時に働き始めました、疲れていないのですか、と、そんな長い間働いてるのにまだ疲れてないの、といったふうにですね、驚きですね、もこの否定疑問文が使われます。 Aren't you tired? いや、疲れていないのですか。そしてあと2つですね。相手に共感してもらう、確認を取るときっていうのもこの否定疑問文が使われます。 I like French culture. Don't you think it is interesting? 私はフランスの文化が気に入っています、あなたは興味深いと思いませんか、と。はい、 Don't you think?共感してもらうときとかですね、確認ですね。はい、あなたは興味深いと思いませんか、と。はい、あと Don't you think she's pretty? とかですかね、なんかそういった Don't you think she is pretty? とかですかね。はい、 pretty とかって可愛いですよね。で、いや、彼女可愛いと思わない、とか言った表現はこれですね。 Don't you think she's pretty? とか言った表現が使われたりしますね。それとか、Isn't she pretty? とかもありますかね。よいしょ。あ、pretty は消さないでよかったかな。Isn't she pretty? 彼女可愛くない、とかいう表現ですね。はい、Isn't she pretty? こういった表現もありだと思います。そして提案ですね。Why don't you come with us?これで、You should come with us と同じ意味なんですけど、なぜ私たちと一緒に来ないのですか、と。これ言い換えると私たちと一緒に来るべきですという表現になります。日本語でも使われるかな。なんでやんないの、とかですかね。それやるべきですって意味ですよね。ですので、それと同じですね。なんでやらないの、とか、なんで私たちと一緒に来ないのっていうのは、違う言葉で言うと、私たちと一緒に来るべきですということになります。英語でも同じですね。 Why don't you come with us? で、 You should come with us と同じ意味になります。それでは練習問題です。それぞれ日本語と同じ意味になるように次の括弧内の語を並べ替えていきましょう。ただし、各括弧に使わない単語が一つ含まれていますので注意してください、と。文の最初の単語も小文字で書いてあります。1番、彼は英語の先生ではないのですか、なぜ彼はあそこまで上手に英語を話すことができるのですか、という文章ですね。最初、彼は英語の先生ではないのですか、と。これは否定疑問文ですね。驚きを表してますね。なぜ彼はあそこまで上手に英語を話すことができるのですか、といった形です。そうしますと、彼は英語の先生ではないのですか。これは B 動詞の文章ですね。ですので、doesn't は使わないですね。Isn't he an English teacher? ですね。はい。肯定文の場合ですと、Is he an English teacher? なのですが、最初の部分を否定形にしてあげるだけです。ですので、Isn't he an English teacher? っていうふうになります。そして、なぜ彼はあそこまで上手に英語を話すことができるのですか、と。これは Why の疑問文ですね。Why? そして、できる。Can he?Why can he? Why can he speak? ですね。話せるのですか、と。Speak? はい。何を? English? 英語を上手に話せるのですか? That well ですね。あれほど上手に。あそこまで上手にですね。That well。で、can とは使わないですね。これ、話せないのですかではないので、否定疑問文ではないです。can't ではなくて普通に can を使います。はい、 Why can't he speak English that well? というふうになりますね。では読んでいきましょう。 Isn't he an English teacher? Why can't he speak English that well? というふうになります。それでは次です。
え、あなたは英語は話せないのですか？私はあなたがカナダ出身だと思っていましたという文章ですね。あなたは英語は話せないのですか？と。ということはこれ、can の否定文ですね。ですので、don't ではないですね。Can't you speak English? ですね。はい、can't you speak English? これであなたは英語を話せないのですか？と。私はあなたがカナダ出身だと思っていましたと。そうしますと、私は思っていました。あなたがカナダ出身だとという形ですね。I thought が最初ですね。よいしょ。I thought。その後は、that は入らないですね。で、you が来て、出身だととなってますが、これは時制の一致ですね。ですので、you were にしないといけないですね。I thought you were from Canada ですね。are は使わないですね。はい。I thought you were from Canada っていうふうになります。では読んでいきましょう。Can't you speak English? I thought you were from Canada っていうふうになります。ただ次です。誰がお寿司を好きではないのですかと。それは世界で一番の食べ物だと私は思います。と。お寿司、これは寿司、不可算名詞ですね。英語でも寿司と言います。最初の文、誰がお寿司を好きではないのですか。これは、みんなお寿司好きですよねという文章ですね。では、英語にしていきますと、who ですね。まず誰が。そしてこれはですね、主語を聞く疑問文ですね。who の後は、who を主語にした肯定文の形。肯定文ではないですね。今回すみません。否定文の形ですね。ですので、who doesn't like sushi ですね。isn't は使わないですね。who doesn't like sushi っていうふうになります。そして、それは世界で一番の食べ物だと私は思いますと。私は思います。それは世界で一番の食べ物だという形になりますね。ですので、I think ですね。その後、that は入らないかな？はい、入らないですね。で、I think it is ですね。それは、it is、世界で一番の食べ物だと。I think it is the best food ですね。the best food。はい。who do in the world ですね。世界でっていう場合は、in the world。これ、決まったフレーズとして覚えちゃった方がいいかなと思います。で、それで、I think it is the best food in the world っていうふうになります。では、読んでいきましょう。Who doesn't like sushi? I think it is the best food in the world っていうふうになります。それでは次です。今年の花火は美しいとあなたは思いませんでしたかという文章ですね。あなたは思いませんでしたか？今年の花火は美しいとという形になりますね。そうしますと、Didn't you think? はい。Didn't you think ですね。何なのか、今年の花火は美しいと。that は入らないですね。This year's おっとっとっと。This year's fireworks ですね。Fireworks。よいしょ。This year's fireworks。美しいと。美しいとと現在形なのですが、Didn't you と。はい。これ過去形になってますので、これ were ですね。were beautiful ですね。ラストは入らないですね。よいしょ。Didn't you think this year's fireworks were beautiful ですね。よいしょ。大丈夫かな？はい。じゃあ読んでいきましょう。Didn't you think this year's fireworks were beautiful? っていうふうになります。次です。はい。私たちには今時間がありません。なぜ私たちは後でしないのですかと。そうしますと、最初、時間がありません。We が主語ですね。そして、これは普通の否定文ですね。We don't have time now ですね。今は時間がないです。
ですので、はい、We don't have time now というふうに言います。そして、なぜ私たちは後でしないのですか、なぜですね、これ Why ですね。Why? そして、しないのですかということは、Why don't we ですね。なぜ私たちは、Why don't we? はい、する。Do it ですね。何をするのかと。これ、他動詞として使えてますね。Why don't we do it? なぜそれを、私たちは後でしないのですかっていうふうになりますので、it 忘れないようにしてください。Why don't we do it later? ですね。あ、play はまあ、スポーツをするという場合は play なんですけど、今回まあスポーツではないですかね。do it later ですね。はい。よいしょと。はい。Why don't we do it later? っていうふうになります。この Why don't we do it later? これはあれですね。後でしましょうと。We should do it later と同じ意味の形になりますからね。なぜ私たちは後でしないのですか、つまり後でしましょうよという意味に日本語でもなりますので、まあ、その意味ね、捉え方、しっかり覚えておいてください。じゃあ読んでいきましょう、We don't have time now. Why don't we do it later? というふうになります。それでは次にですね、否定疑問文の答え方について学んでいこうと思います。次に否定疑問文の答え方について学んでいきます。これは日本語での答え方とは異なるので注意しないといけないんですね。ポイントは、肯定するなら Yes、 そして否定するなら No で答えるというところなんですね。どういうことかと言いますと、例えば日本語であなたは泳げないのですかと、はい、まあ、否定疑問文ですね。この形で聞かれたとしましょうと。この際泳げないようでしたら、はい、泳げませんと答え、泳げるようでしたら、いいえ、泳げますと答えますよねと。これをそのまま英語に当てはめますと以下のようになりますと。はい、 Can't you swim? これであなた泳げないのですかと。で、 Yes, I can't と、はい、泳げません。そして No, I can't、 いいえ、泳げますと、なるのですが、これは英語では罰なんですね。はい、で、じゃあこれの答え方はどうなのかと言いますと、はい、正しくは以下のように言いますと、Can't you swim? あなた泳げないのですかと。そしたら Yes, I can. はい、泳げますと。はい、そして No, I can't. いいえ、泳げません。このようになるんですね。ですので否定疑問文なのですが、肯定の場合は Yes、まあ、つまりあなた泳げないのですか、これの肯定、つまりですね、はい、泳げますと。いや、そんなことないよ、泳げますよという場合は Yes で答えないといけないんです。そして泳げない場合は No で答えないといけないんです。このように肯定する、つまり泳げますなのであれば、否定疑問文であれ答えは Yes を使います。否定する、つまり泳げない場合は否定疑問文であれ答えは No となるんですね。つまり普通の疑問文だろうが否定疑問文だろうが答え方は同じということを覚えておいてください。これはですね、日本人がよく間違えるところでもありますので、しっかり覚えておきましょう。それでは練習問題です。次の括弧に適する語を書いていきましょう。1番、あなたは座りたくないのですか、座りたくないです、まだ私は休憩を取りたくありませんという文章ですね。あなたは座りたくないのですかと、否定疑問文ですね。そうしますと Don't you want to sit down ですね。 Don't you want to sit down? 座りたくないのですか。座りたくないです、これは否定ですよね。ですので No, I don't ですね。No, I don't。 これ Yes だと座りたいという意味になります。ですので Yes, I do の場合ですと、いや、私は座りたいんですよということですね。で、No, I don't だと座りたくないですというふうになります。そしてまだ私は休憩を取りたくありません。 I don't want to 何なのか、休憩を取るですね。ですので、Take a break ですね。はい、Take a break。 そしてまだですので、ここに入るのは yet ですね。はい、yet というふうになります。では読んでいきましょう。
Don't you want to... あ、すみません。もう一度いきますね。Don't you want to sit down? No, I don't. I don't want to take a break yet. というふうになります。では次です。あなたは今にいないのですか?いますよ。私はアメリカの歴史についてのテレビ番組を見ていますと。で、あなたは今にいないのですかと。はい。あなたは今にいるのですかですと、これは B 動詞の Are you in the? っていう形になりますよね。Are you in the living room? ですね。しかし、否定疑問文ですので、Aren't you in the living room? ですね。Aren't you in the living room? っていうふうになります。そして、いますよと。はい、これ肯定ですので、Yes, I am ですね。Yes, I am という形になります。そして、私はアメリカの歴史についてのテレビ番組を見ていますと。見ていますですね。これ現在進行形ですね。I am watching ですね。I am watching a TV show アメリカの歴史について。About American history ですね。About American history というふうになります。はい。では読んでいきましょう。Aren't you in the living room? Yes, I am.I am watching a TV show about American history. っていうふうになります。次です。私は200円しか持っていません。私は何も買えないのですかと、買えますよ。あなたはこのペンを買うことができます。と、最初の文。私は200円しか持っていません。I have only 200 yen ですかね。Only 200 yen. っていうふうになります。私は何も買えないのですかと。これ疑問文ですね。そして否定疑問文で買える買えない、これは can ですね。ですので can't I buy 何も anything ですね。 can't I buy anything っていうふうに言います。そして買えますよと。あ、これ否定疑問文ですが答えが肯定ですね。買えると。ですので yes you can ですね。Yes, you can. そして、このペンを買うことができます。You can buy this pen ですね。はい、can buy this pen というふうになります。よいしょ。では、読んでいきましょう。I have only 200 yen. Can I buy anything? Yes, you can. You can buy this pen というふうになります。それでは次ですね。否定疑問文プラス間接疑問文というものについて学んでいきます。今回最後に学ぶのは否定疑問文を間接疑問文に立つ方法についてです。つまり I remember や I know といった形の後に否定の間接疑問文を入れる形となります。従属節が否定の間接疑問文になるということですね。これはただ単純に間接疑問文の部分、つまり従属節ですね。ここを否定文の形にするだけで完成です。aren't や don't のように省略形を使う必要はないですよと。つまり are not や do not の形も OK です。時制の位置には気をつけないといけませんが、そこまで難しくはないのですぐにできるようになると思います。例えば、はい、I remember why he did not do this.もしくは didn't でも OK ですね。はい。これで彼がなぜこれをしなかったのか私は覚えていますという文章になります。これが主節ですね。そしてこちらが従属節ですよと。で、従属節の中、はい、ここが、否定形になっていると。he did not もしくは didn't do this というふうになります。例がもう一つですね。he knew which classes were not もしくは weren't interesting。これで彼はどの授業が面白くないか知っていましたという形になります。ここが主節で、主節で、はい、過去形になっていますのでこちらですね、従属節、はい、おっとっとよいしょ、従属節、こちらが面白くないかと、現在形になってるんですけどここが、はい、were ですね。過去形が使われますので注意してください。これはまあ時制の一致の関係ですね。それで作り方ですね。はい、ステップ2つです。肯定形の間接疑問文の形を作ってください。そして作った間接疑問文の形を否定形にしてください。具体的に例を見ていきますと、
彼がなぜこれをしなかったのか私は覚えていますという文を作る場合、まず肯定形の間接疑問文の形を作ってください。彼がなぜこれをしたのか私は覚えていますと。 I remember why he did this っていうふうになります。そして作った間接疑問文の形を否定形にする。 I remember why he did not もしくは didn't do this っていうふうになります。そしてもう一つですね。彼はどの授業が面白くないか知っていましたという文章を作る場合ですね。肯定形をまず作ると。彼はどの授業が面白いか知っていました。He knew which classes were interesting. そして作った間接疑問文の形を否定形にすると。つまりここですね。はい。He knew which classes were not もしくは weren't interesting という形で完成になります。それでは練習問題です。それぞれ日本語と同じ意味になるように次の括弧内の5の、括弧内の5を並べ替えていきましょう。ただし、括弧に使わない単語が1つ含まれていますので注意してください。文の最初の単語も小文字で書いてあります。1番、あなたは彼女が何のスポーツをしたくないか覚えていますかと。はい。あなたは覚えていますか彼女が何のスポーツをしたくないのかという文の形になりますね。主節があなたは覚えていますかです。ですので、Do you remember? ですね。Do you remember? Remember? はい。Do you remember? その後は何なのかというと、何のスポーツを、彼女がしたくないのかということですので、What sport? What sport? What sport? 彼女がしたくないのか。She, そしてこの後は否定文をただ作れば OK ですね。She doesn't want to play ですね。isn't ではないですね。want、これが一般動詞ですので、doesn't want to play ですね。はい。よいしょ。よしと。つまりこうですね。はい。では読んでいきましょう。Do you remember what sport she doesn't want to play? というふうに言います。では次です。なぜその問題がなくならない、遠くに行ってしまわないのだろうか、私には理解できませんという文章ですね。これは私には理解できません。なぜその問題がなくならない、遠くに行ってしまわないのだろうかという形ですね。ですので主節が私には理解できません。I don't understand ですね。あ、けど do not かな。I do not.Understand. はい、I do not understand 何なのか、なぜ why ですね。はい、why、why、その問題がなくならない、まあ、遠くに行ってしまわないのだろうかと。そうしますと、その問題 why the problem ですね。 why the problemThe problem. 遠くに行ってしまわない、なくならないのだろうか。Will が入りますね。Why the problem will?、will not ですね。Will not. Will not.、go away ですね。Should は使わないですね。はい。ですので、よいしょ。よしと。I do not understand. そうですね。はい。これ、日本語を見るとちょっと違和感があるかなと思うんですけど、英語ではこういった表現よく使われますね。まあ、問題がどっかに行ってしまうという表現ですかね。まあ、解決するってことですね。要は。はい。では、読んでいきましょう。I do not understand why the problem will not go away. っていうふうになります。次ですね。あなたは誰がこのコースを取っていないか知っていましたかという問題ですね。あなたは知っていましたか、誰がこのコースを取っていないかという形ですね。そうしますと、主節があなたは知っていましたか、これは Did you know ですね。知っていましたか。 Did you know? はい。Did you know ですね。はい。
でその後は誰が、who ですね。でこれ主語を聞いてますので、この後は普通の、who を主語とした否定文ですね。取っていないか、who、 あ、これは did ですので、who was not ですね。はい。取っていないかと、いなかったでなくていないか、つまり現在形なのですが、時制の一致のため who was ですね。 who was not、was not taking taking this course ですね。 is ではないですね。はい。ですのでこうなりますと。はい、読んでいきましょう。 Did you know who was not taking this course?っていうふうにやります。それでは次です。次の日本語を英語にする練習を行っていきましょうと。1番、彼女のまっすぐな髪の毛は美しいと思いませんか?思いますという文章ですね。思いませんか?これはあなたは思いませんかですよね。ですので、Don't you think ですね。Don't you think? そして、that を入れても入れなくても OK で、彼女のまっすぐな髪の毛は美しいと。という形ですね。そうしますと、her straight hair で、hair 髪の毛、これ基本的に不可算名詞ですね。一本のと言いたい場合はこれ可算名詞になりますが、まあ基本的に彼女の髪の毛、まあ全体っていうんですかね、それを指してますので、これ不可算名詞です。her straight hair is beautiful ですね。はい。こうなりますね。よいしょ。はい。そして、思います。あ、これ肯定ですね。はい、思いますですね。ですので、Yes, I do ですね。はい。Yes, I do です。で、読んでいきましょう。Don't you think her straight hair is beautiful? もしくは、Don't you think that her straight hair is beautiful? Yes, I do。というふうになります。で次です。私たちはこの美術作品に、触ることはできないのですか、できません。とても高級だと私は聞きましたと。できないのですか ?can't we ですね。私たち。can't we。何なのか触る。touch。で、this、work もしくは piece ですね。work もしくは piece of art、 美術作品と言いたい場合は work of art もしくは piece of art というふうになりますね。ですので can't we touch this、 はい、can't we touch this work もしくは piece of art というふうになります。そしてよいしょ、できません。これ否定ですね。ですので no です。 no you can't ですね。はい、 no you can't。 そして高級だと私は聞きましたと。そうしますと、私は聞きました。それはとても高級だと。ですよね。ですので、I heard。ざっと入れても入れなくても OK。で、it was ですね。これは時制の一致の関係で、ここは高級だとと。高級だったとではないんですけど、was が使われます。it was very expensive ですね。はい。I heard。It was very expensive. もしくはざっと入れるという形ですね。はい。では読んでいきましょう。Can't we touch this work of art? もしくは Can't we touch this piece of art? No, you can't. I heard it was very expensive. もしくは I heard that it was very expensive. というふうになります。では次です。中国の歴史はアメリカの歴史よりも長いのではないですかと。長いですという文章ですね。これはですね、よりも長い。比較形の文章ですね。そしてこれは B 動詞の文章ですので、isn't Chinese history ですね。はい。中国の歴史、Chinese history。よいしょ、history。longer。than American history ですね。よいしょと。はい。Isn't Chinese history longer than American history? というふうになりますね。はい。そして、よいしょ。よいしょ。
長いですと、これは肯定ですね。ですので Yes, it is ですね。はい、 Yes, it is っていうふうになります。で、読んでいきましょう。 Isn't Chinese history longer than American history? Yes, it is っていうふうになります。次です。もう10時です。なぜ彼がまだオフィスを去ることができないのか私は知りませんという文章ですね。もう10時です。あ、時間を言う場合は it でしたね。主語が It is already 10もしくは already 10 o'clock ですね。はい、 It is already 10もしくは10 o'clock っていうふうになります。そしてなぜ彼がまだオフィスを去ることができないのか私は知りませんと。はい、ですのでこれが主節ですね。私は知りません。I do not もしくは don't know、ここですね。次、なぜ彼がまだオフィスを去ることができないのか、間接疑問文です。 Why で he 去ることができない can't leave、 あ、cannot でも OK ですね。よいしょ、 cannot にしましょうか、cannot もしくは can'tLeave、his office まだ yet ですね。はい、ですのでよいしょ、 I do not もしくは don't know why he cannot もしくは can't leave his office yet というふうになりますね。はい、読んでいきましょう。 It is already 10もしくは It is already 10 o'clock. I do not know why he cannot leave his office yet. もしくは I don't know why he can't leave his office yet. というふうになります。それでは次です。明日あなたは花火に行かないのですか？行きませんという文章ですね。行かないのですかと。そうしますとこれは、あ、明日ですので、will。もしくは、Are you going to の否定文ですね。Are you going to か。Going to の否定文。ですので、Will の場合ですと、Won't you ですね。よいしょ。Won't you。もしくは、Be going to の場合ですと、Aren't you going to の形ですね。ちょっと紛らわしくなってしまうので、Want の形を使いましょうか。よいしょと。Won't you、go to the fireworks ですね。Tomorrow ですね。Won't you go to the fireworks? よいしょ。はい。Fireworks tomorrow というふうになりますね。ポイントは、あ、だがつきますね。なぜかというと、まあ、予定していた花火ですかね。あなた行かないの？みたいなね、そういった驚きを表している感じかな。ですので、どの花火大会なのかっていうのが限定されてるんですね。一緒に行こうと思ってたあの花火大会にあなたは行かないの？みたいなね、そういった感じです。ですので、the fireworks ですね。で、ここは複数形ですよと。まあ、基本的に花火っていうと、一発以上上がるので、複数形。そうですね。そして、行きませんと。これは No ですね。そうしますと。No で、I、am not もしくは、want ですね。はいと。No, I won't もしくは No, I am not というふうになります。Will を使った場合はこっちですね。Be going to を使った場合はこっちというふうになります。よいしょ。はい。では、読んでいきましょう。Won't you go to the fireworks tomorrow? もしくは、Aren't you going to go to the fireworks tomorrow? No, I won't. もしくは、No, I am not. っていうふうになります。はい、では次です。あなたは海外の国々を訪ねることに興味はないのですか？ありますと。あなたはないの、あ、興味はないのですかと。興味がある。これ、be interested in ですよね。ですので、be 動詞の文章。そして主語があなたですので、Aren't you ですね。Aren't you interested in 何なのか尋ねること。Visiting
海外の国々を Foreign countries ですね。よいしょ。はい。Aren't you interested in visiting foreign countries? というふうになります。そして、あります。これ肯定ですので、Yes, I am ですね。はい。Yes, I am というふうになります。で、読んでいきましょう。Aren't you interested in visiting foreign countries? Yes, I am となります。それでは次です。私はとても疲れているので何もできません。なぜ休憩を取らないのですかという文章ですね。最初、私はとても疲れているので、カンマそうですね、何もできません。最初、私はとても疲れている、I am very tired ですね。Very, very tired。よいしょ。Tired と。で、カンマで、そう、もう続き言ってしまいましょう。何もできません。あ、私は何もできませんですよね。ですので、I cannot もしくは can't で do anything ですね。何もできませんよと。否定文の場合、cannot プラス anything ですね。はい。よいしょ。I am very tired, so I cannot もしくは can't do anything というふうになりますね。something ではないですね。anything ですよと。否定文ですので anything を使わないといけません。そしてなぜ休憩を取らないのですか。why そしてあなたは休憩を取らないのですかですよね。ですのでこの後は don't you ですね。why don't you 休憩を取る take a break ですね。はい。why don't you take a break というふうになります。では読んでいきましょう。I am very tired.So I cannot do anything. もしくは I am very tired, so I can't do anything. Why don't you take a break? というようになります。では次です。この今あなたの部屋よりも小さくないですか？そうですと。これはよりも小さい。比較級ですね。で、主語がこの今ですね。ですので Isn't thisliving room はい、あなたの部屋よりも小さい、isn't this living room smaller than your room ですね。はい、よいしょ。 isn't this living room smaller than your room というふうになりますね。そしてよいしょ。そうです。ですので、これ肯定ですね。Yes, it is ですね。はい。Yes, it is というふうになります。で、読んでいきましょう。Isn't this living room smaller than your room? Yes, it is というふうになります。それでは次です。何回彼が授業に来なかったのか彼女は覚えていると私は思います。あとで彼女に聞きましょうと。そうしますと、彼女は覚えていると私は思います。ですのでこれは I think の形ですね。 I think そして that 入れる入れない自由で彼女は覚えている何回彼が授業に来なかったのかという形ですね。ですので She remembers よいしょ、何回彼が授業に来なかったのか How many times、ね、何回How many times? 彼が授業に来なかった。He did not. もしくは didn't ですね。Come to class ですね。よいしょ。I think that to... よいしょと。よいしょ。ちょっと長いですね。よいしょと。I think that too. まあ、she remembers how many times he did not, もしくは didn't come to class という形になりますね。come to class. これちょっとキーかな。
授業にと言いたい場合は come to class と、これ無関心なんですね。 come to the class、その授業にという形にできないことはないですけど、まあ一般的に言う場合は授業に、to class っていうふうに無関心になりますかね。 go to school と、同じ感覚ですかね。 go to school のように無関心、これもそうです。授業に出席するという意味で come to class っていう形になります。そして後で彼女に聞きましょう。Let's ですね。Let's ask her later ですね。後で。はい。Let's ask her later という形になります。で、読んでいきましょう。I think she remembers how many times he did not come to class. もしくは、I think that she remembers how many times he didn't come to class. Let's ask her later というふうになります。次です。彼らはこれらの植物を殺すために化学薬品、これ chemicals と言いますね。これを使っています。彼らから私たちは離れているべきではないですか。そうですね。とはい、そうしますと、よいしょ。彼らは使っています。これ現在進行形ですね。They are using ですね。They are using何を使ってるんですかと、化学薬品。They are using chemicals、で、殺すために。To kill、これらの植物を。These plants ですね。These plants。はい。よいしょ。They are using chemicals。よいしょ。To kill these plants という形になりますね。そしてよいしょ、よいしょ、彼らから私たちは離れているべきではないですかと、べきってことは should ですね。で、べきではないとなってますので shouldn't we ですね。 shouldn't we 否定疑問文ですね。 shouldn't we 離れている stay away ですね。 stay away要は離れてとどまっているっていうんですかね。Shouldn't we stay away from 彼らからですね。From them、はい、Shouldn't we stay away from them っていうふうになりますね。そしてそうですね。これは Should で聞いてますので Yes we should ですね。そうですね、私たちは離れているべきですねという形になりますかね。では読んでいきましょう。 They are using chemicals to kill these plants. Shouldn't we stay away from them? Yes, we should. というふうになります。はい、今回の練習これで終了です。まとめのセクションですね。今回学んだこと、気づいたこと、反省点を書いておしまいにしていきましょう。